この映画はですね、サイレント、全編あのセリフがなくて、昔のチャップリンを彷彿させるような、作品になっていつつ、またこう21世紀の新しい無声映画という形を取り戻できるんじゃないかと思います。どうですかね。今緊張されてるようなので、初めてちょっと見るような形、一般的なこうセリフがあって役者さんがいてっていう映画とはちょっと隠した、ちょっと本当なんだこれはって思う部分もあるかもしれないんですけど、ちょっとそういう映画っていうよりは、なんかそういう既成概念っていうのを一回全部ぶっ壊して、純粋にこのスクリーンに映るものをそのままストレートに感じてもらえたら、この作品を一番堪能できるんじゃないかなと思っております。ありがとうございます。今日はお忙しい中ありがとうございました。それでは続きまして、ヒロイン役を務めました長澤つぐみさん、一言お願いします。こんばんは、長澤つぐみです。今日はありがとうございます。この作品はちょうど1年前くらいに撮り始めて、監督や辻岡さんとコミュニケーションを取りながら結構時間をかけてじっくり撮らせていただいたので、すごく思い入れのある作品です。劇場公開初主演、初ヒロインなので、なんかこんなサイレントでモノクロですごく難しいところに挑戦させていただけたのはすごく幸せに思ってます。本当に私も試写会で見させていただいた時に、わあ、なんかすごいね、これなんか本当に新しくて、しかもすごい最後心温まる感じで、なので本当皆さんにもいろいろ感じ取って帰っていただけたらなと思います。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。監督の田島です。よっ。僕の隣、そうですね、はい、僕の隣から、ヒロインの長澤つぐみさんです。はい、こんにちは、長澤つぐみです。よっよっ長澤よっ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 よい中途半端。そして、その隣にいらっしゃいますのが、シルエット主演の辻岡正人さんです。よっ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 。サイレント映画が好きだと、そういう映画を作りたいと、そういうサイレントに何だろう着目するような監督さんと出会ったことがないので、ちょっとこの企画に一枚噛みたいなって思ってすぐに動き出したんですよね。早かったですよ、ね、早かったんです。早かったです。もうすごい早かったです。もう初対面なのに企画を渡したんですよね。企画ってその短編のこのシルエットの元の話の短編バージョンを渡して、うん、で、思いの丈をぶつけて、うん、じゃあもうすぐに踊りましょうっつって、わー、すごい、劇場公開まで行きましょうっつって、もう今の、まあ、今のっていうかその DVD までの今のこの形までを、はいはい、もう鈴鹿さんその時に言ってらして、わー、その初めてのお茶の日に、そうですそうですそうです。へー、すごい。で、シナリオができてきて、で、スタッフもクローズ時の、まあ、こうスタッフさんが田島さんが引っ張ってくるってことで、まあそれだったら、まあそこそこのバックグラウンドができるので安心して芝居もできるんだろうって思ってた矢先にですね、はい、突然このスタッフたちがみんないなくなってしまった。あの僕の元から去っていろんな事情が、いろんな事情があって、はい、うん、そうなんですよ。でその時にヒロインは決まってなかったんですよ。あ、そうそうそう。で田島さんがその辻岡さんのその燃え上がれるヒロインを言ってくれっていう話だったんですよね。でもちろんその燃え上がれるっていうのもこのシルエットっていう作品に出てくるそのヒロインっていうイメージに合致する人っていうことで、いろんな僕 DVD とか映画とか見て、あのぴったり来る子いないかなって思ってて長澤さんに出会ったんですよ。私は 何だったんですか。何を見てたんですか。それを言わせるんですよ。それ、今でも僕覚えてるんですけど、はい、で、2005、はい、言っていいですか。はい、言ってください、はい。
丸さんのですか、はい、あれを見て恥ずかしがる長澤さんの表情が、ユキがストーカーされてる表情と合致したんですよ、はい、あ、この表情が絶対シルエットに欲しいと思って。すごいな、もう本当わかんないですよね。むちゃくちゃなんですよ、要するにスタッフが基本的にいないんですよね。そうですね、うん、だからそれがいろんな荒く絵として出てたりする場合もあったり、うん、役者のモチベーションであったり環境整備であったりっていうのがちょっと整えきれなかったところが、残念だったんですね、うん、でそれでよく長澤さんが付き合ってくれたなと思ったんですよ。で僕とかは結構自主映画とか、はい、どういう風な形で作っていくっていう、まあローバジェットからハイバジェットまでなんとなくイメージとしては分かるんですよ。で長澤さん、そういう自主映画とかってありました？でも私日芸の演劇に行ってたんですけど、日芸の映画学科の子とかに呼ばれて撮ってもらったりとかしてたので、そういう感覚でした、どっちかっていうと。はい、なんで全然気にならなかったです。でもなんか最初はこう、はい、スタッフがたくさんいて、はい、カメラマン、はい、照明さん、美術とか衣装さんとかいっぱいこういる中に、はい、自分も行くんだなっていうなんかイメージなかったですか？でも自主映画って聞いてたんで、そんなにすごいバババみたいな感じではないのは想像してますね。え、黙りこくる。でも逆にその分なんかゆったりコミュニケーション取れたし、すごいちょっとずつ話しながら進めていけたのは良かったなと思いますね。ありがとうございます。私が一番びっくりしたのは台本をいただいて、まあもちろんというかサイレントなんでセリフがないじゃないですか、はい、で本当そのシーンの状況説明が何行かじゃないですか、うん、そこですびっくりしたのは、うん、こうまあ全部読んで、ああこういう話なんだって思って、よしじゃあ自分が演じるプランを立てようと思った時に、うん、おっと思ってな、何もないと思って。そうなんですよね、このシナリオが。そうなんですよね、うん、本当に状況説明だけ。結構だから僕聞かれるんですよ、このサイレントシルエットで、うん、どんな脚本だったんですかって聞かれるんですよ。ああそうですね、気になるんでしょうね。何も書いてないっていう本当にシーンとちょっとしたそのストーリーの流れだけが書いてあって、その時ですもん、すごいスプライスです。5枚ぐらいしかないです、はい、で全てが詰まっちゃってるんですけどね。でまたこれ芝居が結局その細かいことがシナリオに書いてないから、はい、実際現場でもうエチュード的なんですよね。そうでしたね、エチュードでした。ここでこういうものを伝えたいっていう一つの軸があって、でそこに向かってみんな出演者たちがエチュードで伝えていくっていう、うん、もう本当に辻岡さんの引き出しが多すぎて私は笑わないようにするのが精一杯でした。いやいやいや、すごいいきなり突拍子もないことをするのでも結構そういうとこね全部カットされてるんです。あ、そうなんですか。わー、もったいない。そうなんですね。で あそこが好きなんですよ。ユキが落ち込んでテニスコートで落ち込んで、うん、暗い時に辻岡さんが太志が来て、うん、何とかして励まそうとして、うん、で脱ぎ出すじゃないですか、はい、あのシーンが好きなんですよ。あのシーン残ってるんですか？残ってます。あー、よかったです。あのシーンが言ってます。おかしなことあった。全くあるのもね、台本ないんですよね。ないんですよ、本当に。そう、まさに自分の戦いですよね。戦い、バトルですよね、うん、こう来たか。ちゃんと本当相手を見てないとそれに対応できないんですよね、うん、だからその面白さはすごいありました、はい、なんか自分でこうやろうと思ってても一方通行になっちゃったり、ちゃんとだから長澤さんがどういうものを返してくれるかっていうのをちゃんと感じて出さないとなんか成り立っていかないなと思ったり、それすごい勉強になりましたね。勉強になりました。基本ですもんね、うん、